作クソ広告ソング？よーし。どうも、クソ広告ソング愛好家バトネコです。今回はネットの広告でよく見る新作スマホゲーム、ヤマモンワールドをリリース前に事前パトロールしようと思うぞ。まずは恒例行事であるクソ広告必聴の儀から始めていこうね。ご主人様、プレゼントをお届けに来た。2024超人気タマモン MMO ゲーム予約開始。予約すると2024年無料ガチャと2024個ダイヤがもらえるよ。さらに日本限定の超かわいいタマモンピフリッチをプレゼント。ギフトコードを入力して大量の育成資源をゲット。今すぐ予約してタマモンと楽しい冒険を始めよう。広いマップを自由に探検、豊富で面白いダンジョンをアンロック。早く予約してね。モンスターのお声がビジュアルに対しておじさんすぎねえか？みんなもそう思うよね。ご主人様、プレゼントをお届けに来た。たまたまの出会い、たまもんと一緒に、たまたまの奇跡、たまもんと一緒に、たまたまのつなぎ、たまもんと一緒に、たまたまロックイン、たまもんが大好き。ふわふわ、カチカチ、リンリンカン、カチカチ、バイバイ、カチカチ。新作クソ広告ソング助かるんだけど、顔がはめ込み合成すぎる。なお、こちらの歌ってみた動画はもちろん後日アップいたしますので、楽しみに待っていてくれよな。懐かしい。この形式で豆知識を紹介する動画、爆発的に流行って一瞬で消えていったよね。乗車必須の断りを感じる。この3つのポイント覚えておいてね。1、朝起きたらタマモンワールドで冒険を始めよう。3000万平方キロメートルもある面積は広いマップが好きなあなたを満足させる。2、昼休みの時、チームメイトと一緒にタマモンを捕まえよう。さまざまな習性を持つ36万匹のタマモンが暮らしている。タマモンにはそれぞれ個性がある。建築が得意なものもいれば、稼ぐのが得意なものもいる。みんなそれぞれ役割がある。3、夜になったらタマモンワールドの心地よい雰囲気を楽しもう。みんなリラックスしながらタマモンワールドで冒険して楽しんでいこう。なんだろうね、このゲームの中身を解説しているようで全く解説していない広告は。バカハイは好きだけどね、これ。ねえ、待って、説明させてよ。聞かない。今回は本当に課金してないんだよ。課金してないなら、みんなが探してるイフリッチとフェレキーはどうやってもらったの？ちゃんと答えて。聞いてくれ。タマモンワールドは事前登録で2024年無料ガチャがもらえ、どんなキャラでもゲットできるよ。ほら、確率超高いし、 SSR イフリッチ、 SSR 忍者、どっちも可愛いし戦闘に強いし、これ運がついてるな。ギフトコードを入力するとタマモンの捕獲確率アップのカードがもらえる。余裕に人気タマモンフェレキーをゲット。早い者勝ちだ。みんな早く事前登録しよう。謎の実写パートから繰り出される怒涛のキャンペーン説明もチキ。で、出た！おそらくゲーム内には存在しない架空のマップをエモい BGM に乗せて紹介するタイプのクソ広告だ。これもずっと生き残ってるフォーマットだよな。遅くなってしまい申し訳ありません。タマモンワールドの事前予約正式開始をお祝いして、この動画からゲームをダウンロードしてくれた日本のプレイヤーの皆様のために、ゲーム会社さんの許可を得て超レアな特典を送ることになりました。ギフトコードはアレント3939、アレント2024を入力すると2024年ガチャ、あなただけのタマモン、さらに幻の生き物をゲットできます。さらに今予約すると iPhone15 Pro Max や PS5、 Apple Vision Pro、 Amazon ギフトカードなど超豪華商品が当たるチャンスも。タマモンン登録受付中。東雲海さんたちの胸元が謎の光でガードされてるのも気になったけど、ギフトコードタレント3939はひどくねえか？誰キャスティングしても使えるじゃねえか。最大2024年無料ガチャ、超かわいいタマモンを育成、素晴らしいゲームを体験。あ、やばいね、タマモンの予約が始まったよ。タマモンは自由度の高い異世界冒険ゲームで、プレイヤーは侍、パラディン、リーパー、アサシン、アーチャー、ウィザードのどれかの職業になり、1000種類以上のタマモンと冒険に出かけます。ドジっ子のユーリッチ、優雅なフェレキー、優柔なモフモフとやんちゃな忍者。これらのタマモンたちは全て育成して進化させることができるんです。ゲームの予約は今始まったばかりです。動画をタップして予約すると2024連ガチャが手に入ります。さあ一緒に冒険に出かけましょう。タマモン事前登録受付中。若輩は4年以上のパトロール経験から、プレイしなくてもどんなゲームか大体分かっているけど、念のため本編も調査していきましょうか。それではパトロール開始。タマモンワールドはユアンロングネットワークが2024年5月21日に配信を予定している、自称タマモンとの絆で強くなる冒険 MMORPG。 プレイヤーの職業は広告で紹介されていた通り、侍、リーパー、パラディン、ウィザード、アサシン、アーチャーから好きなものを選択できるぞ。香ばしい内容が多かったけど、職業は本物でした。髪型や髪色、顔のパーツも自分好みに変更できるみたいなので、ロールプレイもはかどるぞ。そして始まる往年の横画面スマホ MMORPG。 スマホ向けの MMORPG といえば、画面の左側にあるクエストボタンをタップするだけで会話や戦闘を自動で行ってくれる便利機能が標準装備されているけど、タマモンワールドはそこからさらに機能が進化しており、画面左上の転送ボタンをタップするだけで、討伐対象である敵や NPC の目の前までワープしてくれるんだ。もう快適とかそういう次元じゃねえぞこれ。戦闘もフルオートで完結しているし、手動での操作が必要になる場面はほとんどないんじゃないかな。現代猫は忙しいから、スマホゲーはこのくらいの方がありがたいよね、正直。ただ、レイドボスなどの強敵はダメージ範囲の予測が表示される仕様になっているので、手動で操作して大ダメージの攻撃を回避した方が勝ちやすいシステムではあります。ストーリー進行や戦闘を全てオートで行ってくれるので、育成要素に集中するだけでいいんだよね。また、往年のスマホ向け MMORPG と同じく、とんでもない量の育成項目が用意されているぞ。同系統の装備を収集して共鳴させるシステムを活用すると、ステータスにボーナスが付与されたり、移動アイテムであるアルパカを成長させても主人公のステータスが高くなったりします。とにかく育成要素が多いんだ。みんな大好き転職システムも用意されているので、1キャラをとことん育成するのもいいし、侍やアサシンなど個性的なスキルを持つキャラを複数並行して育てる楽しみ方もあるんじゃないの？キャラクターの着せ替え要素や背中につける謎の羽もあります。クソ広告でも大活躍していたタマモンたちは、戦闘で弱らせてから特殊なボールを使うことで捕獲できるようになっていたぞ。これはあくまでも特殊なボールだからね。勘違いはしないでよね。仲間になったタマモンは最大2体まで一緒に戦闘を行ってくれる重要な戦闘員なので、育成のしがいがあります。食事を与えて経験値がたまるとレベルアップするし、捕獲した際にもらえるかけらを消費することでランクを上げることもできちまうんだ。タマモンたちはランクが上がるたびに強くなり、星5では幼年体、星6で成熟期、星10で完全体という進化を遂げるぞ。ボールによる捕獲以外にも、ガチャを回すことで優秀なタマモンを迎え入れることもできます。ガチャといえば、広告で何度も宣伝していた2024連ガチャの真相なんだけど、毎日20連分ガチャチケットを100日かけて配布し、101日目に24連分のチケットを渡すという形で実装されておりました。まあ、ちゃんと実装されているからよし！ガチャからはタマモン本体が出ることもあれば、育成素材であるベリーなどが排出される闇鍋方式なんだけど、2024回もガチャチケットが配られているから、まあなんかいいやつが引けるでしょう。知らんけど。タマモンワールドとかいうモンスター育成がメインみたいなタイトルがついている割には、プレイヤーキャラの育成がメインの硬派なスマホ向け MMORPG に仕上がっていたね。各 UI は快適に遊べる調整が施されていたので、この手のスマホゲームに飢えていた猫にはおすすめできる作品です。なんやかんやでこのタイプのゲームは最近あんまり出ていなかったからね。概要欄にダウンロードリンクを用意しているので、気になった猫は今すぐダウンロードや。2024連ガチャはゲーム内にあるから忘れないと思うけど、ギフトコードタレント3939、ギフトコードタレント2024は自分で入力しないと報酬がもらえないからね。忘れずに入力しようね。この動画が少しでも面白いと思ったら、忘れずに高評価をしていってくれると、我が輩とっても嬉しいぞ。とっても嬉しいぞスロット、スタートでん、つらーらのつららび。それでは最後まで見てくれてありがんと。そんじゃまたねー。